料理研究家のだるいまです。さて今回ですね、私だるいまのチャンネルの中で一番人気のある食材を使って料理を作っていきたいと思います。その食材はなんと鶏胸肉ですね。今回もね、鶏胸肉ソムリエの私だるいまがめっちゃ美味しいレシピご紹介しちゃいます。今回ご紹介する料理は鶏胸肉で作るチキンカツですね。鶏胸肉で作るチキンカツ、皆さんパサつきますよね。ただですね、私だるいまのこの筋肉にかかれば鶏胸肉をパサつくことなくめっちゃ柔らかくジューシーでマチョマチョうまっちょなチキンカツに仕上げることができるんですよね。今回私だるいまが思う一番美味しい鶏胸肉のチキンカツの作り方ご紹介しますので、ぜひ最後まで見てください。ということで今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。鶏胸肉、卵、片栗粉、そしてパン粉にサラダ油、塩コショウになります。で、材料の紹介をしていきます。まずここに集めている材料はチキンカツのみの材料になります。後ほどだるいま特製のとんかつソースの作り方もご紹介しますので、その材料はまた別途ご紹介しますね。で、今回は鶏胸肉のチキンカツということで鶏胸肉を使用するんですけれども、この皮がね、ついた方がチキンカツは美味しいので、できれば鶏肉の皮は外さないでください。そしてこのパン粉なんですけれども、パン粉はですね、粗めでも細めでもどちらでも大丈夫です。そしてこちらの油もサラダ油でも米油でもオリーブオイルでも何でも大丈夫ですからね。ということで早速作っていきまっちょ。ということでまずはこちらの鶏胸肉の下ごしらえから。今回ね、この鶏胸肉をまず包丁を斜めにして4つに切り分けていきます。断面がね、広くなるように4つに切り分けてください。こんな感じですね。だいたい切り分ける時のこの幅は2センチぐらい、2センチぐらい持って少し斜めに切った方がよりボリューミーに見せることができますからね。はい、ということでこんな感じで鶏胸肉を4枚に切り分けることができました。そしたらお次にこちらの鶏胸肉の両面に切れ込みを入れていきます。まず鶏胸肉を柔らかく仕上げるためのポイントの1つ目、それは鶏胸肉に切れ込みを入れることですね。こんな感じでね、鶏胸肉に切れ込みを入れることで非常に口当たりが良くなって柔らかくなるほか、この切れ込みに卵や片栗粉が絡むので、その結果非常にしっとり柔らかく仕上がるんですよね。鶏胸肉の表面に切れ込みを入れたら裏返して切れ込みが交差するようにお次にこのように切れ込みを入れていきます。切れ込みを入れることができたらこれで OK。残り3枚も同じように切り込みを入れる。今回ね、この鶏胸肉をめっちゃ柔らかくするためにこれめちゃくちゃ大切なので、必ず両面切れ込みを入れてくださいね。ということでね、鶏胸肉の裏表にしっかりと切れ込みを入れることができたら、この上からね、ラップをしてください。そしてラップをしたら麺棒でしっかりとね、叩いていってください。このようにね、鶏胸肉を叩くことで鶏胸肉の繊維を壊すことができ、本当に驚くほどしっとり柔らかく仕上げることができるんですよね。そして身も薄くなるので火の通りも早くなる。その結果揚げる時間も短くなり、鶏胸肉の水分や肉汁を中に閉じ込めることができるんです。で、このような綿棒がない方はマグカップの底でね、こんな感じで叩いたり、あとは皆様持ち前の筋肉で鶏胸肉を叩いてください。はい、ということでね、鶏胸肉をしっかりと叩くことができたら、この鶏胸肉の両面にまんべんなく塩コショウをしてください。はい、まんべんなく塩コショウをする。ということでお肉の下ごしらえはこれで OK。 そしたらお次に鶏胸肉をボウルに入れまして、こちらに片栗粉、片栗粉を加えたら鶏胸肉の表面全体に片栗粉をしっかりとね、なじませてください。鶏胸肉の表面を片栗粉でコーティングするような感じですね。はい、こんな感じで鶏胸肉の表面を片栗粉でコーティングすることができたら、こちらに卵ですね、せい、えい、は、生卵を加えます。そしてこの生卵を鶏胸肉に吸わせるようにしてしっかりと揉み込んでください。最初のうちはまだ生卵の水分があるんですけれども、しっかりと揉み込むことで鶏胸肉に生卵が馴染んでいきますからね。先ほどね、鶏胸肉の両面に切れ込みを入れたので、案外すぐ鶏胸肉に卵が馴染むかと思います。はい、ということでね、見てください。しっかりと揉み込むことで卵の水分がほとんどなくなりましたよね。このぐらい揉み込むことが大切です。そしたら最後にここに油ですね。油を加えたら鶏胸肉全体にしっかりとなじませ、この油で鶏胸肉の表面をね、コーティングしてあげます。
もうね、料理に詳しい方であればお分かりかと思うんですけども、今回はですね、中華技法のチャンというものを使いました。チャンというのはお肉や魚などをしっとり柔らかく仕上げたい時に使う中華技法の一つで、片栗粉を食材になじませた後に卵を加えてよく揉み込み、そして最後にサラダ油をコーティングさせるという方法ですね。このようにすることで食材の水分を外に流れ出るのを抑えることができ、驚くほどしっとり柔らかくプルッとした食感に仕上げることができるんですよね。ということでこれで OK ということでね、あとはパン粉をつけて揚げていくだけなんですけれども、その前にダレーマ特製のとんかつソース作っていきます。もちろんね、とんかつソースを作るのがめんどくさいという方は市販のこのようなとんかつソースを使えばいいのでね。ということで、とんかつソースのレシピをご紹介します。ケチャップ、焼肉のタレ、ウスターソース、マチョネーズ、ごまっちょ、粒マスタード、レモン、お砂糖になります。で、材料の紹介をしていきます。今回はですね、粒マスタードが効いたとんかつソースを作りたいんですけれども、このマスタードの味が苦手な方はね、最悪なくてもいいですからね。そしてこちらのレモン、レモンはね、できれば生のレモンを絞ってほしいですね。とんかつソースの材料の説明はこのぐらいですかね。そしたらこちら混ぜ合わせていきます。ケチャップに焼肉のタレ、そしてウスターソースでね、今回のダレウマ特製のとんかつソースはまろやかでコクのある味わいにも仕上げたいので、マヨネーズね、少しだけ加えます。そしてここにお砂糖一つまみ、一つまみというのは親指、人差し指、中指でつまむ量のことです。そして粒マスタードですね、こちらは小さじ1杯ぐらい加えてください。そしてごま、ごまはしっかりとすりつぶしながら加えてください。なぜすりつぶすかというと、ごまの香りが引き立つからですね。そして最後にレモンですね、レモンをぐっと絞る。レモンを絞ることで非常に後味さっぱりとしたソースになりますからね。そしてこちらをよーくマッチョ、はい、ということでこちらでダレウマ特製のとんかつソースの完成。そしたらお次にね、油を温めていきます。そしてこの油をね、だいたい170度ぐらいの温度で温めていきましょう。はい、ということでね、油が設定温度になりました。でね、170度の温度の目安というのは、菜箸を入れてみて箸全体から泡がふつふつと絶え間なく出る状態ぐらいですね。そしたらね、鶏胸肉をパン粉にしっかりとつけて揚げていきます。パン粉をしっかりつけることができたら、こちらを油へ。でね、揚げ物はどれも共通して言えることなんですけれども、食材を油に入れてからはだいたいね、1分から1分半ぐらいは触らないことですね。ここをね、焦って触ってしまう気持ち、もちろんわかるんですけれども、触ってしまうと衣がボロボロとね、剥がれてしまいますからね。はい、ということでね、だいたい1分から1分半ぐらい経ちましたので、こちらをね、裏返しましょう。あとはこの衣がボディービルダー色になるまで揚げるだけですね。ここからは衣が焦げないように注意してください。はい、ということでね、ボディービルダー色になったらこちら取り出します。はい、ということでこれで OK。そしたらね、あとは盛り付けていくだけ。あとはここに先ほど作っておいた特製とんかつソースをたっぷりとかけます。はい、ということでね、チキンカツ完成しました。それではいただきます。もう一個一個がね、マジででかいんですよね。いただきます。もっ、鶏胸肉とは思えんほどマチョマチョ柔らかいです。僕の筋肉はカチカチですけれどもね、柔らかっ、とてもジューシーです。めちゃくちゃ美味しい。これはもはや鶏胸肉じゃないです。しかもめちゃくちゃボリューミーでしょ。これ1人前だいたい100円ぐらいでできますからね、やばくないですか。そしてこのダレウマ特製のとんかつソースですよ、これがね、めちゃくちゃ絶妙で、ご飯がマジで進みます。マジで柔らかすぎる。本当にね、絵も言えぬほどマチョマチョウマッチョなので、ぜひお試しください。ということで、 See you next マッチョね。バイバイ。